こんにちは、翔太です。今回なんですけど、 MR のモルドレッドとですね、 MR の超高名、どちらを取るべきかっていう風なところをちょっと迷っているところではあるんですけど、やっぱりですね、まずは MR のモルドレッドですね。このキャラクター非常に強力なキャラクターだと思うので取っていこうかと思います。正直ですね、超高名に関しては私今回しているところが1195になるんですけど、196に上がるために、確実に必要なキャラクターっていうのは分かってるんですけど、おそらくですね、この超高名を取ったぐらいだと全然ですね、その196を回せるようになるかというとならないような気が個人的にはしているんで、まだ取らなくてもいいんじゃないかなというふうに思っています。それよりも小機微ですかね、あそこが、生後状態になってくれると、それだけでも結構変わるんじゃないかなというふうに思っているんで、小機微の MR が来たら私は迷わず取るんですけど、ちょっとこの超高名に関しては闘技場でも強いってことは分かってるんですけど、ちょっと今回はスルーしようかなっていうふうな方向でやっております。それではですね、モルドレッド引いていこうと思います。MR のガチャなんで、10連で絆5が確定している。で、200絆必要なんで、最大40連、最初は2倍以上が確定で出るので、最大39連になるんですかねっていうところで、390回ですね、ガチャ引く中で、何回目でクリアできるのかっていうところをやっていこうかなと思います。クリアというか、何回目で引くことができるかっていうところにはなるんですけど、やっていきますか。まず100回はですね、というかすでに5回引いているような状態になるので、ちょっと分かりにくいんで最初5回は、バラで引きますか。で2倍か。はい、でここで10連になりました。ここからやっていきます。20連目、30連目、40連目、50連目。ちょっと個人的には幸先悪いですね。この絆14ぐらいのやつが結構連発してくれてよかったんですけど、この50連で39しかまだ出てないので、ちょっともうちょっと頑張っていきますか。60連目、70連目。この絆5のところで2倍出なくてもですね、絆2が結構出てくれるだけでも嬉しいんで、目標は10連で絆10っていう感じですね、私の中では。80連目ですかね。90連目。いや、全然ダメやな。100連目。100連で70か。このまま行くと、200連、300連ぐらいかかっちゃう計算になっちゃいますね。280連か。ちょっとこの調子じゃまずいな。こっから原宝で引いていきます。原宝で引くと2倍で安いみたいな都市伝説もあるんで、ちょっとそれも信じつついきますか。110連目。120連目、130連目、140連目、150連目。そんなことはなかったですね、全然。150連か、全然変わってないですね。じゃあ、残りやっていきます。160連目か。170連目。おお、久しぶりに来た。180連目。流れ来た。190連目。200ですね、これで。はい、ちょっと出が良くなってきたような気がします。200で143なんで、でもやっぱりちょっと300連近くいっちゃいそうな感じしますね。じゃあ次は210連。210、うわマジか。220。来た。最近結構5倍とか出てたんですけどね、ちょっと久しぶりにガチャ引くんで。230連目。ちょっともう見放されてるのかもしれないです。240連目。お、やった240連目でやっと来てくれた。はい、これは良かった。250連目以内で取ることができそうですね。なんとか、3万元宝ちょっと切ってるけど、元宝も残しつつ引けたかなというふうに思います。ちょっと最後に引いていきますか。1,2,3,4,5,6,7,8,9 が結局。はい、王よ、騎士たちよ、どうして私の忠実と栄誉を信じてくれないの。
はい、無事250連目ですねっていうところで引くことができました。まあ私としてはですね、まあちょっとあの初心追走ですね、あそこで武将のキャラクターをリセットして、そこからですね、まあ、正直ですね使うキャラクターが全然いなくて、あの武将キャラクターだったんで、まあ、武将に使いたいなと思いつつですね、ちょうどいいタイミングできてたのが大谷氏だったんですけど、大谷氏はちょっと普通に育ててしまったっていうところがあって、なんか強い武将来ないかなと思ってたんで、まあ、このモルドレッドですね、初心追走で、まあ、筋力ですね、確か19万ぐらいにまで一気に上げることができると思うんで、早速ですね後で、まあ使って感想とか上げれたらなというふうに思います。まあ250連で引けたんで、まあまあまずまず許せる値にはなったんじゃないかなと思います。はい、良かったです。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。